何してるの？今ね、異変を探してると見せかけてね、君のお母さんのうなじとか覗いてるんだ。新幹線0号。ホラーゲームでおなじみ、知らず跡が8番出口ライクなゲームを出しました。新幹線の座席をモチーフにしてるってことは、おそらくまあ座席に座ってる人がね、変なことになっていたり、座席から見える窓の外から変なものが見えたり、あとは新幹線すごい硬いアイスがすごく柔らかいアイスになっていたりとか、そんな感じでしょう。ここから前方、こちらのエリアに、このエリアに異常はありません。なるほど。生き生き体操教室。このおばあちゃんが生き生きどころか大変なことになっていたりとか。このポスターとかはどうなんだろうね。このエリアってのはさっきのところだけなのか、それとも。7号車、異常があればお引き返しください。特大荷物スペース。ここに謎の荷物があったり。猫カフェで待ってるにゃん。かわいいにゃんこどころか、これがワンコになっていたりってことかな。始めよう。家庭備蓄で防災力アップ。どのあたりまで変わってるかな。この Wi-Fi が、Wi-Fi のマーク変わってるとか、新幹線0号東京行きです、これが時を行きとかになってるとかね。どんだリーダーだよ。窓に映る自分の姿、これも変わってたりするだろうね。で、座席がこの20、19、18、順番が飛んでるとかもありそうだし、しゃがむことはできない。この座席の下とかまではさすがに何もないってことかな。お、寝てる。ちょっとハゲてる？この髪型は異常として捉えるか否か。チャックは閉まってる、OK。チャック開いてポロンとかしてたらね、異常だろうからね。ポロリのパターンもいくつかあるかもしれないからな。意外と乗客は少ない。寝ていたら乗客がどんどん老化していくとか。おう、少年、おはよう。結構目つき怖いなお前。あ、お母さん、こんにちは。お母さん美人だね。ちょっと耳の穴の中とか覗いていい？少年、今日から私がお前のパパだ。よろしくな。そういうルートもあるかもしれない。これめっちゃチカチカチカってしてるけど、これが異常だったりするかな。年に一度の健康診断を受けましたか？家事代行サービス。このプランの料金が3300万とかになったり、この交通費、プラス交通費ってのがプラスおやつ代になっていたりとか。このピコピコを異変と捉えて一旦戻ってみよう。乗客が増えてるとかはね、分かりやすくありそうだね。で、今7号車だけど、正解したら何号車になるんだろうね。着付け、部屋も行く。外へは出られない。戻れない。あ、戻れた。7号車。この点滅普通か？荷物スペース。ここに書いてある文言が変わってるとかはないか。目開けて寝てる？半目ですね。ちゃんと寝てないね。これ異常として捉えましょうか。開け。いや、7号車のままだな。これは異変ではなかったってことか？ん？この7がチカチカチカってしたのは単なるグラフィック問題か？お、起きた？起きてたら異常ではないってことか。どっちだ？この不思議な横向きで見ているから、窓に映る俺もおかしな動きになっている。少年がこっち見ていない。こんにちは。なんだい？何してるの？今ね、
異変を探してると見せかけてね、君のお母さんのうなじとか覗いてるんだ。またあったね。そうだね。お兄さんもゲームをしに来たの？まさかこの世界がゲームだとお前気づいているのか。僕めっちゃ楽しみ。お姉ちゃんが起きない。お姉ちゃんだった。暇なんだ。お姉ちゃんだったか。じゃあ、うん、今日から君のおじになるわけだ。いくら待っても、すっごく待っても起きないんだもん。君もこの異変の中に囚われているのかい？でもお兄さんがゲームしてくれるからもう大丈夫。何する？伊勢の2。ゲームのルールは知ってる？いや、知らないで行ってみよう。ルールはとっても簡単だよ。変わったことがあったら戻る。簡単でしょ？え？簡単でしょ？ゲームを終わらせる。このフラグ立てが始まらないとまだ変わんないのかな。それは0号車まで行って、その先の運転室でブレーキをかけるだけ。お前仕掛け人だな。トイレの車両は変わったことは起こらないからね。変わったことは起こらないってことは、それ以外のことは起こるってこと？説明する。もう大丈夫。よかった。じゃあ後でまた会おうね。0号車にまた君がいるってことかい？じゃあとりあえずはこの車両は異変はない。信じようか。19、18、20、19、18、数字が変わってるとかね、窓に映る俺が変わってるとかね、きっとあるからね。まずはシンプルな呪い、呪いじゃないや異変が起きてほしいな。ここに荷物前あったっけ？あ、少年がいない。多分あのトランクケースの中に入ってるな荷物扱いして旅費を浮かそうとしてる。なんてお姉ちゃんだ。じゃあこれで戻って6号車になっていれば正解ってことだね。当たりってことかな。それともあの少年はもう最初以外もういないとか。とはいえ何かしらの異変があったってことは変わりなく。お、おしっこの音。ちょちょ、え、お姉さん漏らしてる？お姉さんどうしたの？そんなに漏らしちゃって。どこ？この、あ、ここでしたお姉さんがてっきりお漏らししてるもんだと思ったよ。チェ。お、お、これはだんだん、うわー、早く戻らないと。これ沈んでダメになるパターンだ。まずいぞ。ガバ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 。ここで止まっている。異変として見つけてもまた最初からになっちゃう。そういうパターンのやつだ。5号車。この辺りもね、何かしら変わってそうだからね。東京行きです。ここのスクロール文字がめちゃめちゃ速くなるとか？で、俺のシャツインが外に出てるとか。カランカラン、お、どうだ？今カランコロンって音が聞こえたけど。あ、掃除のお姉さん、早っ。早っ。恐ろしく早かったな。あれがトランザムか。で、これで4号車。いいね、いいペースだ。何も異変がなかった時はまっすぐ進めとか、そういうパターンもあるかな。異変探し、8番出口ライクだったらそういうパターンもあって本当に異変なかったかなってね、疑心暗鬼になる。そういうね。お、姉さん起きてないね。うん、変わってないように思えるが、新幹線0号東京行きです。新幹線だったらあの売店のガラガラガラっていうカート来たりしないかな。パッと見は特にお変わりなく。じゃあまっすぐ進んでみるか。
この荷物置きのとこにね、おじさんが横たわってるとこもありそうだし、この文字も変わってないよな。金額変わってるとこだったら地味に分かりづらいけど、でもこのトイレコーナーもさ、何もないとはいえ、呼べる？呼べないか。ウォシュレット、ウォシュレット。ここまで作り込んであると何かあるんじゃって思っちゃうけど、使用中。開ける開ける。くそお、こっちも行ける。トイレ、俺が映らない。なんということだ。読まなきゃ。水流さなきゃ。ビデ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 。ダメだ。3号車、お、でも正解だったってこと。あ、文字が反転してる。あ、間違えた。戻っていいんだよな。すごいな、ストレートで終わるかも。2号車、文字は変わりなく。細かい変形も絶対あるだろうからな。今のお兄さんのジャーキングも、あれは通常のコードか。お姉さんはまだ寝てるね。俺の姿もお変わりなく。この座席の、寝てるお兄さんのカバンがレザーから本革から合皮になってるとか、そういうのはないか。じゃあ異変なかったということで、まっすぐ進みましょう。果たして、あったのか異変。残念、気づけなかったか。知らずアートといえば、いろんな配信者のチラシとかが至るところに貼ってあったりするだろうけど、それ系は今回ないか。新幹線の車内としてはあまりに違和感ということで、まあ今までのゲームも貼ってあるのが全部違和感だったんだけどあ、気持ち悪い。しゃくれすぎでしょう。異変として捉えましょうか、このしゃくれは。ちょっとしゃくれすぎ。これは異変です。よーし、しゃくれ異変でした。で、一度見たやつ、まあ、クリアするまで、一周クリアするまでは、すでに見たやつでもまた起こる可能性もあるからね。てっ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 てて、手がいっぱい。すごーい。仲良しだな。仲良し仲良しかどうかわからんが。ということで異変を見つけたので戻ります。5号車。あ、起きてる。おはよう。じゃあ異変だ、起きちゃったからね。よし、で次また寝てるかい。指定席が自由席になってるとか、そういう地味な変わり方ありそうだね。お、また寝てるね。一瞬しか出てこない系とかあるかな。この座席の下をなんかネズミがピュッて通るとか。少年、やっぱ最後まで出てこないってパターンかな。ないか？一度戻ってみるのは大事だと思うんだ。視点を変えないとね。4号車。特大荷物スペース。何もないかな。じゃあ進むか。よし、何もない、正解でした。電気が点滅するとか。お、カランカラン。またそう、怖っ怖っ怖っ、キモキモ怖っキモ キモくて怖い。ホラー要素じゃなくて。で、2号車、
いいね。もうちょいだ。どのあたりまで細かい異変があるか。まだパターンがわからないからね。で、俺のこれがネクタイがネクタイじゃなくなってるとか、ジョジョコラボのキラークイーンの柄のネクタイになってるとか、お姉さんスニーカー、こういう地味なとこ変わりそうだね。スニーカーか。それかヒールとかかな。これ言っていいものか。でもお兄さんじゃない。お姉さん、この見た目でスニーカー？なんか違和感あるな。もしかしたら異変として何かがね、別にあるかもしれないから、ちょっと今回は、半ば賭けで。異変ありとみなし。うわー、なかった異変。お姉さんいつもスニーカーだわ。なんかもっと、ね、おしゃれな靴履いてるかなと思ったけど。異変なし。おー、新幹線すごい方です。これ、どうしたらいいの？あ、見られる。この顔何ね。あ、ここに広告来たか。なるほど。面白。まあ、これだけ、ご飯になっちゃった。シャーベット。ミックスジュース。こういう広告の出し方。いいね。こっちにも多すぎでしょ。硬いアイス。そんなとこにも。隙間に何か。あー、美味しそうな肉が見える。日替わり弁当。1。これなんか数字があったけど、1、2。3、4、5、6、7、8。広告の数？あ、てか、めっちゃ倒れてる座席。ちょっと異変ありすぎでしょう。いきなり広告シーンになったぞ。ちょっと、もうちょっと、なんか、ささやかに入るもんだと思ったら、だらけですよ。でも全部見たくなっちゃう。やっぱり数字書いてあるけど、こんなとこにも。12。え、これ順番通りになんか触ったり見たりすると何かあるのかな。とても気になるね、数字は。硬いアイス、お弁当、寿司？肉寿司ってことかい。肉しか見えなかったけど、お弁当、アイス、多いな、本当に。いいな、こういう風に乗せてもらえるの。お、ガチさんだ。お、どんな置き方よ、これ。あ、綺麗。これ全部見る必要あるんだろうか。旗の方と下のは別？一緒？お弁当だから挟まりすぎだって間に。ビア、ちょっと、いや、ごめん、めんどいとか言いそうになった。だってめんどいじゃん。見ればいい。あの背景にさ、ポスターのように貼ってあるだけだったらさ、眺めて、あー、何々だーみたいなさ、見れるけど、こうやってさ、ぐるぐる見れるのは面白いけど、全部見たくなっちゃうんだよ。となると、それだけ時間がかかるじゃないですか。多分、どっかしら見逃してるし。
知り合い他いないかな。お弁当？どういう味の弁当なんだ。で、これは結局異変として扱っていいのか？この数字は結局なんか関係あんのか？そこまで凝った謎解きはないか？多いなぁ。とても多いなぁ。普通にお弁当が美味しそうだな。そろそろもう終わってくれ。もうこうやって眺めるだけでいいか。なんか下に？なんか下にいっぱいいる。しかし新幹線の席にお弁当があるのはおかしいことじゃないよな。お、こっち側にもあったの？疲れた。ふぅ。あ、お弁当なーい。一つぐらいもらっておいて食べればよかったかな。